常に稽古を怠らない。今の矢原があるのは稽古の積み重ねの結果である。頂点を極めた今でも矢原は道場に通い、後進への指導、そして自分自身を厳しくさらに磨き上げる。ウンスという方は非常に最初は非常に静かな方ですね。それがパッと激しくなって、なんていうか劇場、非常に劇場するわけです。それでいつの間にかパッとこう消えていくような、そういう劇場の激しい、そういうところに非常に魅力がありますね。はい、まあ、ウンスっていうのは非常に激しく、非常に速いところがあるわけですね。速いところはもう最高の腰を切って、非常に腰の切れを良くして、そしてその上でもってまたその最初から最後まで沈んだり飛び上がったり非常に回転したり、そういういろんな動きがあるもんですから、その初めから最後までのこう流れを持っていくっていうのが非常に難しいと。これ非常に最初はこう静かなわけです。で急にすごく劇場的にこう燃え上がるわけですね。でいつの間にかパッとこう消えていくような、そういうところ、なんていうんですか、こう人生の喜怒哀楽的なものが非常にダイナミックに大きくこう表現されてるわけですね、その方の中に。ウンスですか。ウンスはもう私の体の人生の全てですね。もうウンスが私の体の人生です。